思い残し、他人を本当に愛するには、大川隆法、心の指針第17集、どうしたら相手を幸せにできるか、常に考え続けること、主を愛し、隣人を愛する人となるには、思い残し、人間は、よく教育を受けなければ欲望の動物である。食・睡・眠の基本的欲望から、さらには集団生活の共同幻想として、財産・地位・名誉・住居・学校・職業などに関して欲望が膨れ上がる。毎日が焦りであり、絶えず人の評価を求めている。心は騒がしく、常に不協和音を奏でている。神の水車は静かに石臼を回し、少しずつ少しずつきめ細かな粉を引くというのに、あなた方の毎日は取り留めもないことで、夫婦喧嘩や親子の葛藤を巻き起こしている。もっと静かに勉強や仕事を進めようではないか。心の中から産業廃棄物を排出し、さらには思い残しを抱いて、この世を去るのは虚しい。執着のない日々を軽やかに過ごしていこう。